はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回のリボルバーは年末から続いてまいりましたマルシンの再販版のシングルアクションアーミーガスガンですね、これのね鳥を飾る、はい、キャバルリーのエクセレントヘビーウェイト、こいつをご紹介したいと思います。一応ね、昨年末の再販で私購入したのはこれがもう全てなんで、今日で一応まとめという形になろうかなというふうに思います。最初はねこのヘビーウェイトですね、ナチュラルブラックの、そしてね重心の短いシビリアンですね、はい、短いくせにそこそこでしたと、ちょっと外れてたね、外れというかねちょっと厳しかった、私の大好きなアーティラリーですね。いよいよこの、はい、キャバルリーですからバレル長いですからね、非常に期待は持てますね。バレル、こんなインナーバレルここまで来てますんでね、はい、結構期待できるんじゃないかなというふうに思います。箱はね今回シリーズ全部共通ですね、はい、この素晴らしいね箱、はい、もうね今回でね一応ね締めですから、そうそうねお見せすることもないと思うんですけれども、まあ、こんな感じと、サイドもねいい感じの、はい、雰囲気のある箱でしたすいません。取説は共通でこれですね、はい、よく読まれた方がいいと思いますよね、購入された方はね。私も本当によく読んで、ちょっとねいくつか発見がありました。自分がねやっぱもともとこのマルシンさんのシリーズずいぶん昔からね購入してますんで、なんか調子込んでたところがあったのかもしれません、はい、改めてねあこうだったんだみたいなねことがね分かることもね結構ありましたんで、これはもうぜひ読んでください、はい、で今回のねシリーズのやっぱり最大の特徴と言ってもよろしいんですかね、はい、このね、ベースピンがね完全にライブでコンコンとこういう感じで機能するようになったということと、このベースピンのね、お尻を使ってね、はい、ホップの調整ができるっていうね、これは素晴らしかったですね。で今回ですね前回ねアーティラリーの時にはその部分がちょっとね、きつめだったんですけれども、このホップ調整ですね、ここはい、これがですね今回やっぱりね非常にスムーズでした。ちょっと触れてグッてやるだけでこうやって動くんですね。でこんな感じで、前回お見せした通りねアーティラリーの時にもバキンバキンっていう感じになっちゃう、これもあったんでね、今回またいい感じなんじゃないかななんていうふうにね思った次第でございます、はい。でこれ入れる時ね、ちなみにここガスを逃がさないようにするためのねこのちょっとしたね、はい、バネ機能みたいなのがついちゃう、あいけない、これ私失敗ですね、これトリガーね、失礼、ハンマー落とした状態でやらないとダメですね、はい、抜く分にはいいけど入るとき結構大変になりますから、入れるときには少なくともそれにしといてください。取るときにはね取れちゃいます、スポーンと。でカチッとやるとね、さっきのパーツにこのシリンダーのこの部分がカチッとはまってねセンター出やすくなりますんで、それからねこう入れてあげるとねかなりねスムーズに入るはずですよ。こんな感じで、ここまで、ここじゃダメなんですね、カチ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 やりながらここまで、ね、きっちりここまで入れてあげるということですね。こうしてあげれば、ね、こういう感じでね、ちゃんと回るようになるということです。はい、いいですね。やっぱりね、もう何回もやっちゃいます、これ。音もいいですよね。まあ、金属音ではないですけれど、まあ、よしとしましょう。ね、で今ガス抜いてありますね、こんな感じでねセンター出ない時ありますけど、こういう感じでね、通常にねこうしてから打つ分にはもう確実にこの段階でねこの辺りでもカチカチンと来てくれますから、はい、これによるトラブルっていうのは一切なかったですね。ただやっぱりねガスのね噴出のねムラがね多少ありましたね今回ね、こいつは全くなかったですね、はい。まあ個体差なのか気温差なのかその辺ちょっとね、
何とも言えませんけれどもね。じゃあちょっとね、重さをね測りましょう。今回のやつカート入れて測っちゃいますね。カート入りで745。ナチュラルヘビーウェイトの方はどうなんだろう。745、同じ重さですね。これあれ、エクセレントヘビーウェイトと普通のヘビーウェイトって材質は比重はだから一緒って感じなんですかね。はい、嬉しいです。まあ 700g がねちょっと足りないよなんて方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、それはそれですね。そして今回もトリガープルを計測しましょう。ちょっとこの辺に置いとくとガッチャンガッチャンね、バレル同士がぶつかったりしてね、悲しいことが起きないとも限りませんのでね、ちょっとね、はい、開けて、確かそんなに軽くはなかったんですよね、違いましたっけ。1.2 ね、はい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 。これをどう捉えればいいんだろう。ストロークが短いから良しとするべきなのかな。ボスの引き方おかしいのかな。 1.19 いい感じですね。そのぐらいの、トリガープル必要だということですね。やっぱり少しブレますね。やっぱりねこう落ちるときにねグッとこうやっぱ引っかかってる感じが多少ありますんでね、抵抗値かなり大きいです。抵抗ね、だからグイッて引くような形になりますんで、それなりですね。まああのトリガーがね非常に軽いオートマティックのようにはいかないですね。じゃあちょっとガスを入れてね初速を測ってみましょう。今日は寒いですからね、関東も。クリクリとして入ったかな。入ってますね。生ガス吹いております。じゃあまた例によってね、弾はね、あ、そうだ、この時はちゃんとね、この時は、動画の時はちゃんとやりましょう。もう死者の時はね、完全にね、やばい。死者の時は完全にね、もうこのシリンダーの前方からね、プチ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 指でね、入れてしまっていたんですけれどもね、ここはそうはいかないですから、正式のね、マルシンさんが取り札に書かれているやり方で、はい、プチッとね、入れていきましょう。6発入れますね。これグレーの BB とかだったらなんかすごく見栄えもいいかもしれないですね。なんかグレーの BB なんてありそうですよね。銀弾か。まああのあえてやってないですけれども、ダミーカートが入るかという可能性もなきにしもあらずですね。あの家の中では遊びましょうって感じですね。じゃあ早速初速を測らせてもらいましょう。ね、安い初速計まだ使っております。ドン、はい、0.42。 あ、そこそこありますね。はい、鋭角よりちょっと強いぐらいね、ちょうどいいですよこれ。そのぐらいが 0.37。0.38。 0.36。 0.36。 なかなか難しいですね。カートなのか銃本体なのかということで 0.34。 0.42 っていうのが一つありましたけど、あとだいたい 0.3ということで、これはあの、例えば丸井さんの18歳以上用のエアコキ並みということになりますね。はい、まあこのぐらいのパワーでね、しつこいですけど私はいいかなっていう感じですね。どうでしょう、このエクセレントヘビーウェイトの美しい肌、私はこの色好きだな。あとまだ登場させてないですけれどもね、ハドソンさん のシングルアクションアーミー樹脂製のシリーズね、あれもねこんな雰囲気の色なんでね、どこ行っちゃったんだろうなっていう感じでね。はい、シェリフズとかも含めてね揃って行方不明になってますね。
まとめてどっかにしまった中からそうなってんだと思うんですけれどもね、早く見つけてね、お手入れしてあげなくちゃなんてこともね想像したりしています。はい、と言ってもね、このナチュラルの黒いのもね、やっぱいい感じの肌なんだよな。今日はもうね、総括なんでね、いろいろとこう並べてね、どんな並べ方がいいんだろうね、ガチャガチャっていう感じでね。じゃあ試写結果いってみましょう。すんごい期待して打っちゃいましたっていう感じですね。はい、まずね、5メートルの両手からいきましょう。プッとって感じですね。あれおかしくねえかって、6発ねえのかいみたいな感じでね、やっぱりねちょっとね上行っちゃったりね隣行っちゃったりしたのがねありましたね。はい、ただスコア的には27ということですね。で 7.5 メートルがね掴みきれなかったな、私はね。ダメでしたね。神さんとねせがれはねそこそこね 7.5 メートルリボルバーでカート式でこれですからね、文句なしです。で片手になってくるとね、だんだん本当は私が勝つはずだったんですけどもね、せがれなんかこんなまとめてきてる感じで、これも見てください、スコアはこんな感じですね。で左片手、まあ、いつも申し上げてる通り私左はね見えますんでね、バッチリですっていう感じで、まあ、このぐらいに集めれたということですね。これも26、36、24と、まあ、簡単に言うと大外ししないよねこのリボルバーって感じですね。で最後 7.5 メートルの右の片手ですけれども、私頑張って、まあ、こんな感じということで、で平均がですね 21.5 です。これはうちで言うとね、だいたいオートの普通のオートマティックでだいたい頑張ればこんなもんっていう感じですね。20以下のもののものもいくらでもあります。はい、で5メートルの集団です。こんな感じになりました。どうでしょうしつこいようですけど、カート式のリボルバーでこのぐらい集まってくれたらもう文句はないですよね。まあ、やっぱりね小外れがあるのはね、多分さっきも一発初速が違うのがあったじゃないですか、まあ、それじゃないかなって気がしてるんですよね。だからこれはまあカートのせいかなみたいな感じですね。はい、かなりねやっぱり打ちやすい。他のねかみさんとかあのせがれはね打ちにくいのかもしれないですけども、私はこのサイトも結構ね狙いやすくて好きなんですよね。で集団でねちょっとね見てみましょう、いろいろと比較してみましょう。まずこれとねキャバルリー同士でこういう感じになります。キャバルリー同士ですね。これがブラックヘビーウェイトの方ですね。これは外れもありますけれども、さらになんか密度がギュッとしてますね。ほらカミさんなんか一緒でしょ、せがれもほら同じような格好になるということで、まあ、自分の癖がストレートにそれぞれ出るっていうことは、まあ、安定した銃なのかなということですね。でこれがねあのアーティラリーになるとねすいません、かなり若者苦戦するぐらいやっぱちょっと散ってるんですよね。でところがこれがシビリアンになると、これまたほら結構同じぐらい集まってるということで、なかなかねどれも優秀でしたね。アーティラリーはなんかちょっと残念でしたけどもね、なんかトラブルを抱えているんだとかもしれません。ちょっとすいません、のどし飯を。で今回スコアの方ね一覧にまとめました。マロシンさんの再販シリーズうちに来た4丁、もうズバリですね、もうキャバルリーのブラックヘビーウェイトあーすいません、ダントツですね。もう25って言ったらオートの優秀な銃並みです、我が家では。でシビリアンも 19.5 ですから、まあ、20近くいってるっていうことはまあオート並みですよね。アティラリー君は残念でしたって感じですね。で今回のキャバルリーはちょうどシビリアンとこのブラックヘビーウェイトの中間に来てるっていうことで、やっぱバレルの長さ通りの性能を発揮してはくれているなというところでした。で今回これ全てホップなしでやってます。はい、でそのうちですね、まあですからズバリ言っちゃうと、もちろん優秀だったこのブラックのねヘビーウェイトと、意外とね頑張ってくれたこのシビリアンなんかをね
ホップをねいろいろと調整しながらっていうのもね、後日楽しんでみたいななんていうふうに思っております。ただあんまりね同じシリーズが続いちゃってもご視聴いただいてる皆さんにね飽きられてしまって申し訳ないんで、はい、毛色の変わったやつももちろんね来週あたりは出すと思います。来週っていうなるかもし間に合えば差し込みで、今日の動画の前にというねタイムスリップ的な楽しみがあるんですけど出すかもしれませんけれども、やっぱりねこれちょっとしばらくね楽しみながら打ちたいなと思いますね。で打たなくてもねガス抜いた状態でねカートの装填廃墟モデルガンだとやっぱりちょっとうーんとかこの辺に傷がなと私気にしちゃうところもまだ残ってるんであれなんですけれども、ガスガンだったらどうせ打つんですからもうガキンガキンねシリンダー回せるんで楽しみもねまた広がるという感じですね。いずれにしてもね外観だけで十分満足のいくね、このシングルアクション編み、そしてさらに木繰りも見てください。今回4つともねいい感じでしたね。はい、すいません今までねいろいろと申し上げて、ただこれからもね変なグリップ来たら変なグリップに関してはね変だと言わせていただきますんでね、はい、非常にね、楽しいね、ガスガンでした。はい、ということで今回は昨年末マルシンからね再販されました、マイナーチェンジされていますシングルアクションアーミーキャバルリーエクセレントヘビーウェイトモデルご紹介させていただきました。ではまた。